ヤンツァハ、ヤンツァハは、チェコの作曲家、ボヘミア中部のジェラーコビツェ出身。1724年に、プラハに出て、聖ガルス教会と聖マルティン教会で、バイオリニストとして活動し、またボフスラフ・マチェイ・チェルノホルスキーにオルガンを指示した。1737年頃までプラハの様々な、教会で、オルガニストとして活動したが、1745年に、 マインツ大司教用ハンフリードリヒカール・フォン・オスタインの宮廷学長に就任した。学長就任後の1746年から1747年にかけてイタリアに留学した。しかしエキセントリックな性格が災いし、1750年に学長を解任され、1756年には学団を解雇された。その後長期の職に就くことなく、ドイツ、オーストリア、 イタリアを旅し、自作の販売や教育活動で生計を立てた。1773年、死去。現存する作品には30のミサ曲、28の弦楽のためのシンフォニア、12の鍵盤楽曲などがある。作風は、大砲とギャラント様式を両立させたものに、ボヘミアの民族音楽の要素を加えるという。 バロック音楽から古典派音楽への移行を示したものとなっている。ありがとうございます。